まあ、バンドばっかり、まあ、バンドしかやってこなかったんですけど、僕はバンドのことをこう職業と思ったことはないんだけど、まあ、生活の中心、人生の中心なんですね。今までそれ以外やっちゃいけないって思ってて、自分でだけどやりたいことあって、そうだな、高校生ぐらいからずっと持ってた夢だったんだけども、そのラーメン屋さんをやることになりました。ついに観光地観光地してないんだよね。それが好きで。通っていたラーメン、ずっと食べ続けてきたラーメンがあって、まあ、それは僕が今住んでいる地元の新潟にあるラッキューっていう。阿部君と、野口君です、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は本当にもう見学的な感じで。あ、はいはいはい。はい、あ、そうですか。ラッキューが閉店してしまうことになったんですよ、まあ、いよいよ後継ぎがいないんだよねって言われたのが1年前ぐらいで、閉めることにしたわって言われたんですよ。ラッキューが亡くなるって聞いた時にめちゃめちゃショックだったんですね。はい、どうぞ。育ったラーメン、育った味ってやっぱ亡くなっちゃうと、やっぱそれ自分がこうなんていうのかな、成立しなくなっちゃうんですよ。自分をこう支えててくれたものなんで、いやでもその時にもう即答しちゃったんですよね。できるかどうかも分かんなかったんですけど、いや僕にその味を守らせてくれませんかって。で僕は料理全然できないんですよ。なんで僕は厨房に立てないんですけど、一番かどうか分かんないですけど、相当なレベルで僕はラッキーファンだと思うんで、その僕の味覚と、あとやっぱり手伝ってくれる人がいるんで、ラッキー仮でラッキープロジェクトっていうプロジェクトを名前にしてるんですけど、ラッキーの味は僕たちが守る会みたいな。ハードな時っていうか、一番こうパワーいる時だよね。始まってからもちろんそうなんだろうけど、バンドでもそうなんで、アルバム作り始める時が一番大変みたいな。バンド作りたての時が一番大変だからね。ほんと寝ててもなんかいろんなこと思っちゃう。内装どうしようかなとか。でみんなの人生本当にもうあんなさ、もう前のお店辞めて、しかも大学卒業したばっかりの彼とか、だから本当人生背負ってない、背負っちゃってるからね。やっぱいいな。天井がちょっと低いので天井抜いて屋根勾配とか出したりとか、でも明らかに何て言うかモダンな感じはしたくなくて、このレトロ感は残しつつ、もちろんでここを開けて、でそこに待ってる人たちを並ばせたい。こっちの手前か、なんか職に就くってことを今までしてこなかった気がするんですよ。で今回やっぱラーメン屋さんをやることっていうのは、自分の中でちゃんと仕事するっていう、ちゃんと仕事にしなきゃいけないって思ったことになったんですよ、うん、バンドなんかいいんですよ、食えなくても絶対俺は多分音楽一生やるんですよ。だけどこのラーメン屋さんっていうのは、しっかりあの店長のお給料と、そのアルバイトのお給料とマイナスになっていくような方向になっては多分続かないんですよ。これは絶対ずっと続けるっていう意味では、絶対仕事として成り立たさせなきゃいけないことなんですよね、うん、で初めて仕事に就いたのかな、もしかすると。なんかもちろん不安も多いな。楽しみもあるんだけど不安もある。あんなにうまいんだもん。すごい彼らがね、頼もしいからいいけど、やってくれるとは思うけど、あの味をちゃんと本当に継承できるのかっていう不安。